というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあほら、結局、タクトが薄いからさ、はい、まあ外部ツールでみんな遊んでんじゃん。これはそうですね。ツイッター、まあ、X ですか、今だとね。まあ、未だに X ってなんか違和感すごいんだけどね、うん、まあ、わざわざポストするとか直してるやつもいるけどさ、リポストとかね、こっちは別にどうでもいいんだ、そんなことは、はい、あんまりね、こだわってないから、うん、と思うんだけど、うん、まあ流れてくんのってさ、もうどうでもいい、自撮りかさ、飯テロじゃん。まあ飯テロ多いね。ね、はい、ほんでまあラーメンのなんとかの大会だとかね、うん、やってましたね、はい、やってまして、はい、でまあほら金田マンなんかはさ、いつもなんかラーメンの画像上げたりしてんじゃん、はい、うん、だから大体あこの人今日これ食べたんだな、あれ食べたんだなって分かるでしょ、うん、だ翼くんもさ配信者なんだからさたまにはそういうのを上げてもいいんじゃないかなとツイッターで思ったわけですよ、はい、まあでもほら毎日上げるのもめんどくせえからさ、はいはいはい、だから翼くんほら、まあ、1週間、はい、ご飯食べるでしょまあ一応ね人間なんで、ね、火曜日はここで一緒に食うけど、はい、それ以外はご飯食べてんでしょ食べるよ。だから翼くんの夜のさそのご飯を画像に収めなさいね。でも俺の画像をそうだから水曜日から来週の月曜日まで、はい、翼くんの夜食べたご飯をあの画像を撮って、まあ別にほらツイートはさ、はい、なんか別にねどうでもいいから、はい、まあ火曜日の今度撮影の来週の火曜日の頭かなんかに、はい、翼くんの1週間の食生活みたいな感じでね貼っつけますから心配されないからこれは。あ、そうなの。いやだってみんな飯テロって言ってるからさ、食べてんでしょ。食べてる、食べてるけどその、うん、なんか朝が拾ってるわけじゃん。そんな銀なんじゃねえんだからさ。あ、本当。そんなことはないです。大丈夫なの。大丈夫大丈夫、うん、でもなんかこう見た時にちゃんと買ったもの食べてるでしょ。一応買ってる、お金を出してるもの、うん、はい、なんかもうあのなんつうのかな、食い逃げとかそんなことしてないよ。大丈夫、ちゃんと払ってるから、うん、逃げたら捕まえちゃう。 D でね、 D で払ってるから、うん、D がある限りは大丈夫、うん、まあ、月の頭だからさ、ほらどんなもん食べてんのかなとかさ、そういうあの要望ってあるじゃん。ねえよ、あれは美味しそうだからみんないいなって言ってんの。あ、そうだ。そんなどこでも買えるようなよくわからんもんばっか載せてるわけだから俺の場合はね、うん、あ、そうだな。で、なんなら下手したら3日連続同じものが出てくるよこれ。いいよ、だからいいよ、もう自然と別に意識しないでその日ウーバーをした後に食べたいなと思ったものを買って買うわけでしょ。つばさくん、自炊はしないでしょ、はい、もうまあ外で食うか、うん、買って帰るかでしょ、うん、すごい。それの画像をさ、まあ、ちゃんとだから例えば今日は何々定食をいただきましたとかでもいいんだよ、別に何でもいいから、はい、もうちゃんとその定食として食べてんなら全部ちゃんと写真撮りなさい、まあ、とその飯食った時の全部を収めろっていうね。そうそう、はいはい、おかずご飯味噌汁まあいろいろありますよね。あればね、うん、それをポッと収めて、はい、夜のご飯でしたなるほど、もうそれをちゃんとね1週間撮ってみます。ライズアップみたいなことするんですね、うん、分かりました。ね、どのぐらいの バランスかアドバイスしてくれる人もいるあ、いろいろ栄養士みたいなね、翼を心配して、ね、それじゃマジそれは食べ過ぎだよとかさ、逆にね、それはちょっと油が多すぎるとかさ、はいはいはい、言ってくれるかもしれない、はい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 、そういうのちょっと上げてみたらいいんじゃないかなと思ったわけですけど、まあ誰の需要があるのかない、うん、はい、まあ結局タクトってさ、はい、リアタイ中心に回ってるじゃない。まあそうなんじゃないですかね、まあ、今頃ネルゲルがブイブイ言わしてる可能性もあるけども今頃はね、あります。まあでもね、はい、本当に、まあ、今週フェーズが変わって、はい、まあまたクソウケがわんさか嫌がるもうで、まあ、今週のマップね、はい、まあ、こんな感じなんだけども、はいはいはい、もうこのね両脇で陣取ってるこの引っ張られない要因がうぜこれするやつは陰キャ早いね、間違いねえだって、もうそこも引っ張られてくださいなって言ってたじゃん。だってここさもうほんと基本的には、はい、行きにきいのよこの場所ってね自分自身も攻めにきいのよ、まあね、はい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 、確かにね、なんでそこに入ってんのっていうの。まあそこ行っちゃうとね、攻めないと勝てないのよ絶対ね、攻撃しないと勝てないの。はい、そりゃそうだ、なんでそんなとこに収めてんのって。受けたいんだろうね、動きやすいとこにいるのが普通だよね。まあ勝とうと思うんだったらそうなんじゃないですか、僕は分からないけど、相手のさ、はい、壁をタッチするゲームだったらさ、うん、なるべく前にいた方が優秀。まあそりゃそうですよ、そうでしょ、あんたタッチしなきゃ、こんなところ一回迂回してんだから、グーンつって言ってそうなるんですよ、これ損だよね。まあ損ですね、この損で邪魔ですね。そこにいるのよロトチとかマデュラが。なんで、うん、陰キャ間違いねえ、そこにいたら陰キャなの。そう、だってさ陽キャだったらさ、はいはいはい、ね、このキャラ好きなんだよなと思ったらもうぐんぐん前に出すでしょ、まあ、使いたい、見て見てってやるでしょあ、見せびらかしにも言ってんだあれ、お前が俺持ってんの、え、持ってるけどさ、うん、見せろよ、えっていうやつがああいうとこそんなんか宝物みたいな感じのあれは多分、ね、そうなの、見せたら取らない取らない
そう、なんか古の嫌な記憶を思い出したやつになるんですよ。こういうやつ。そうなの？だから全然隠してる。そうなの？そう。全然なんかそういう意味じゃないけど、ね。じゃねえかなと思うんですよ。あれがスナイパー的な意味があるなんですから、発表しますよ。なるほどね。窓からこう狙ってるスナイパーだなんて言いやがった日にはね、陰キャがね。万が一ね、うん、万が一言うたもんなら、そうだけど。なんかね、やっぱほら前回フェーズ、あの何にもなかった真っさらなとこでしたよ。はい。ね。今回本当あの受けが調子こいてよ。ちょいちょい陰キャと受けをもうなんか調子こいてる。あ、そう。陰キャの受けが調子こいてる。そうなの？受けの陰キャでもいいけどさ。陰キャでも陰キャでもはい。どっちがしっくりくるかな？受けの陰キャ、陰キャの受け。まあどっちもどっちかな。うん、はい。まあ陰キャですよ。そんなにいいですか？イラッとする。あ、そう。あと思うのは本当にさ、うん、もう今いろんな体制とかさ、はい、なんていうの？うん、状態異常解除とかさ、はいはい、ありますね、あるじゃん、分かりにくいんだよそれが。いっぱいありすぎて、これやっぱり陰キャってさ、はい、全部把握してんの。まあでも基本的には把握してんじゃないですか。半分以上わかんねえんだよ。すごいな。あとね、思うんだけど、まあ翼くんよね、クソビカでも持ってるあの神竜、はい、あ、はいはいはい、これダメージバリアついてるでしょ。ついてますね。3、2って数出てんじゃん。あ、はい、出てますね。なんでさ、夏ピの不屈の数出さねえんだよ。これは間違えちゃう、これもう終わってると思っちゃう。大変なことが起きるの、これ一回間違えちゃう。まあそうだよね、倒すと思ってた。ここで倒れる体で行って生きられてごらんなさい、この後の反撃を。もう大変だこれは。なんで教えてくんないの。でも確かにね、あのテンルシアの時から言われてるんですよ、あ、不屈の数を、ね、はいはい、出してくれと。絶対しない。なんでダメージバリア3回とかわざわざ書いてあんのに、うん、ね、はい、なんであと残り2回行きますよと。プログラマーが変わったんじゃないのね。まあ、うん、ギーラもそうなんだけどさ、はい、出せねえのかな。難しいんじゃないのプログラマー。来ないんだもん。本当にそれで致命的なあれになりましたからね。もう勝ちゲーが負けゲーに変わりましたからね。その回数間違えたことによって。そうこの不満を持ってる人がいっぱいいるの。たくさんいそうですねそれは。ね、はい、これなんとかならねえのかな。もその天台の頃から言われてるってことは本当に全然直してもいいわけですよね。うん、思ってる。だから僕はね、例えばじゃあまあ夏ピを使ってる時に僕も攻撃されるじゃないですか、うん、はい、その時もあもう次死んじゃうと思ったら、お、生きてたってあるんですよやっぱね。味方でいてる。だけどまあ向こうも計算されてる可能性がある。まあ向こうの場合僕はもう自分で間違えちゃってるだけだから。あ、生き残った、あ、生き残った、あ、勝てたって時あるんですよ。わかんねえんだよだから本当にこの数、まあ、そんくらい、まあ、毎回見れるもんね、あれね。それからね、はい、あとこの今開花された、はい、ハロベロ。ハロベロこいつも厄介。あ、そう、なんかが発動すると三河市 100% になる。あ、そうですね。そのなんかが発動された時がわかんねえんだよ。今どっち、まあ僕は一撃まあもう食らわすじゃないですか、はいはいはい、僕最初は一発目はもうハロベロに行くんです大体、はいはい、夏ピかハロベロに行くんです。どっちかね。まあ行きます。行きました。そこでまあハロベロが三河市 100% 入ってんの分かんねえで、次の神全開でハロベロ行っちゃうんです僕。ミス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 とか出ちゃうトゥルルルルルンはあるわけ。でも入るときは入る、でも入らねえときは入らねえのこれ本当に。そりゃそうだ、入るとき入るの。だから僕はどこでわか、僕どこでその発動していくかがわかんない。なんかモーションやんのかなとかあんじゃん、なんかまあね、ね、レッツテンション上がりました、レッツテンション上がるよ、すげえわかりやすいんだ。これテンション上がったんだ、わかるね。けどで、あのメダパニボディとかもそうよ、うん、なんかメダパニボディ発動したって終わるじゃん。なんかその前にもテンションが上がった、テンションが上がった、テンションが上がった、メダパティポーディ発動した、麻痺した。もう何が全部やめてグーッてだったらもう上げなくていいよっていうね。もう麻痺だけでいいじゃん。おかしいんだよ。ハロメロもなんかもっとさはいはいはい、はい、色が変わるとかさ、なんか三河社続けね、すっごいオーラが出るとかさ、はい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 、わかんないもんだから次のね、大事な神ですよ。この神が命を握ってるわけですよ、ね、今の僕の、ね、 そ, ね、その前途をかけてハロベロ行っちゃう。でも入るときは入るんだよ。そのもうあれ、あ、はい、だからやっちゃうのね。うん、まあ、だって2発目レックスバーン行くときある。それで落とすときだとある。まあそりゃそうだよね。なんで入んねえときは入んねえのかなって。いや それが分かんない、この差が。それ入るときだから入ってんでしょうよ。いやでも入るそうだよ。だから神もそうだろ、入るときは入るんだよ。だからその差が分からない。どこで発動したのか、もっとさ分かりやすく、はい、いやまあそうね、それはそうね、何かが発動した、うん、ベロニカの三河氏が 100% になったって。でもね、早いんだよ、あの、まあ、自爆が、ね、パカパカパカ、自爆の吹き替えが吹き替えな、あれ吹き替え、戸田夏子が早いのよ。戸田夏子さんやばいじゃん。ね、早いの。はいはいはい。確かに、まあ、パッと見で分からんですもんね、あれね、うん、何が起こってるかっていうのは。もうちょっとなんか履歴があってもいいんじゃないかな。あ、本当に分かんない。
そうですね。だけどレックスのテンションだけはよくわかるね。結局ダンシングする奴らはみんなわかる。はい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 。もう大きいから行動がね。でもなんかレックスのテンション上がった、テンション上がった、テンション上がった、麻痺した。これさ、もう麻痺しただけでいいじゃん、次攻撃できるんだからさ。全部ね、結局ね、テンション上がった。なんかね、やっぱあの時間帯でやってるんだけど、はい、分かりにくいな。まあでもそういうなんか不満とかってガチ勢であればガチ勢であれば出してそうじゃないですか。うん、夏ピアね、まあ最悪よーく見てればわかるけど。あ、そう、本当にハロベロボフわかんないんだよこれ。だからやってみるの一回。そう、いや、あのさ、いや、なんか能力見るとかあるよなあれ。いや、だからそこに確かね、三河市役所出てないはず。いや、嘘だ、そうなの、出てなかったじゃない、開花のやつって。確か。あ、そうなの、わかんねえけど。分かんないけど、そんな時間はねえよ。だからもう本当にね、こっちはもう、そうか、もう考えてるから、そう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 、どうしてやろうか。だし僕はほら、あの速攻はもう速攻でやるのが美学だと思ってるから。もう能力見るとかダメなんだ。いるんだよあの初手が押せ。もうさ、このバカみたいにこのなんつうの、呪われしマルティナが多いわけで、マルティナの初手なんていうのはもうセクシーチャームなんだよ、一択なんだ。なのに、おっせ、お前ここにセクシーしかないじゃんってのをやたら考えて、ゲマに行こうかな、神に行こうかなっていうのもあると思うんだけども、おっせやつがいい。それ、あのすごい調校した結果、その瞬間僕もうやめてますから。ああ、そうなの、もうどっちか食らうと思って。ああ、そう、もうやめてんだ。80はでけえねん。なんでここ80にしたこれ。知らないよそんなもの。バカじゃねえのかと思う。80ってせめて50でしょこれ。何所定で80って。まあね、だからあいつがぶっ壊れてるしね、ほんとに。だからもうとにかく夏ピのそのね、血を、うん、その回数を入れろ、はい、ハロベロのその三河市をアップしたのもっと分かりやすくしろ、はい、マルティナの80を50にしろ。これ唯一下方修正していいぐらい、ほんとにマルティナに関してはほんとそのレベルなんだ。そうそう、はいはいはい、80% だった。まあ降格じゃんもんね、うん、相当えぐいと思いますからね。絶対やられるんだから。耐えることもですね。それをまあ例えば初手でやられてごらんなさい、やる気なくするでしょこれ。まあ何もできんからね、うん、はい、一応状態異常の、なんだ、警報を受け継いでるのか、うん、僕は今ね、ハヌマン使ってるから、マルティナは何も怖くないのね。なんだそれ。そう、だから怖いのはハロベロなんだよ。これで、だから、まあ一回間違えちゃったのは自分のミスだと思うよ。そりゃそうだね、うん、でも、ハロベロはさ、まあ、マームの一撃入るじゃん、うん、レックス入るとき入る、うん、でも、カミュが入らねえんだよ。どこで発動しか分かんない。でもカミュも入るときは入る。これもうだから、何人に分かるんだこれは。分かんない、だからこの朝もうここを見れば分かりますよっていうのは、ここ本当に教えてもらえる。そうだね、これは本当にその入るときと入らないときのさ、しっかりと教えてほしいわけだからっていう、今回の動画。分かりました。かな、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。